よし、それでは今日もね始めていこうかなと思ってるんですけども、なんかこのヘッドセットがめちゃくちゃいいんだけどね、もう早く買えばよかった。お、なんか変な動き方するけど、まあこれはしょうがないんだろうな。こっからだよね。もう全然覚えてないんだよ。全然わかんない。やってないしさ、練習とか一切しないから。まあ、いっか。あれも見たもんね。おーっと。これはどうっすよ。とりあえずスーパージャンプか。これでもスーパージャンプね、できないんだよな。もう見てる人わかるでしょう。どうしようかな。もうこうするしかないよね。よく続いたなと思ったよ、ここまで。ダッシュジャンプがね効かないんだよな。これもやってみないとわかんない。やってみないと。いやー、これもうヘッドセットいいっていうか、前のがダメだったんだろうな。もう接触が不良なんかなんかわかんないで、短いしさ、安っちいし、ていうか100円しか変わらないんだけどな、前のと。これが安売りしててよかったね。またこんな感じか。ああ、ちょっともう早く。おーっと、ちょ、いけ、もう、いけ。ゴリ押し。下？あー、なんか大体わかるような気がする。いや、マリオのあれでしょ？これを、持っていくわけでしょ？要は。これ確かに置けないんだな、下にな。投げるしかできないんだな。お前そこ、ちょっと自重しろよ。おい。ちょっと待ってよ。おしよしよし。早く！焦ったー！なんか上見てたけど。あーでも。なんかね、お化け屋敷がちょっと簡単な感じ？ちょっと謎めいたっていうか、うわ、嫌だなぁ。うわ、嫌だなぁ。ちょっともね、いつもどうやってワンアップやってるかっていうね、そういうの見たくないと思うんだろうけど、ちょっとね、このゲームちょっとなんかね、心の準備がいるんだよ。どうせさ、3、4分死に続けるからさ。あー、とりあえず3面のボスか、難しいんだろうな。いつもこうやってやってるんだよね。こうやってるんだよ。5期ぐらいだから、22期にしようか。22期ぐらいにして。嫌だな。難しいに決まってるもん、なんか。でも、一回た、ね、ぶつかったらもうゴリ押しっていうか、それを使わないと、いや、俺あんまそういうの好きじゃないんだよね。好きじゃないんだけど。ちょっと待って、これヘッドセットめっちゃいいな、これなんか。ヘッドホンみたいになってるんだよね。ちょっとした。あ。あれが、わかんない。あ。お、いいね。ボリューム変えれるんだよね。まあ、当たり前なのかな？俺が安いの使いすぎてたかもわかんない。まあ、こう使うっていうかね、使う頻度が高いマウスとか、そういう使う頻度が、
多いものはいいのね。例えば無線 LAN とかずっと使うものね、使う頻度が高いものほど金かけた方がいいと思うよ。俺はあんまり使わない。俺なんか車使わないからあんまね、だから燃費とか一緒なんだよね。なんかこの前動かしたのね、今年の2月にさ、1年ちょっとぶりに車を動かしてくれるレベルだから、ね、必要ないんだな俺なんか車なんか。本当に車なんか使わないもん。今度旅行行くときに使おうかなっていうぐらい。だからレンタカーでもいいぐらいだよね。1年動かさないって車に悪いんだよな。何の話かわかんないけど。ああ、23期になってる。ちょっと心の準備が。もうちょっと待てよ、もうちょっと。今6分だろ。あ、次行くわ。もう次やったら行くわ。ああ、心の準備が。もう絶対難しいに決まってんだって、これ。で、ここで羽を取って。ここら辺の原則と一緒だよな。なんかヘッドセットがいいわ、これ。昔のね、何しかね、基本的にしょぼかったんだけど、一番嫌だったのがね、前のヘッドセット短いの。ちょっとなんか移動したらさ、ちょっとジュース飲もうと思ったらなんかね、頭を引っ張られるような感じ。あれがほんと耐えられなかった。まあいい声になったんじゃない。どうせさ、ね、7本ぐらいになってるでしょ。どうせチャレンジしたってさ、難しくて8分とか9分ぐらいまで死んでるから。だいたいね、楽勝の面の次って大体難しいんだよね、これ。3面か。よし行こう。もう最初から本気で行くよ。本気で。だらだらすんの嫌だし。パチンと決めるよ。パチンと。おーっと、マジか。ちょっともう、これ上の方がいいのか。あーあっと。でこれで、キノコか、しかも取れない。何やってんだよ俺は。あ、じゃあ、あ、あ、あー、なるほどね。オッケーオッケー。ちょっとなんか回復ゾーンあったらいいんだけどな。どっかあるんかな。もう素直に戻った方がいいよな。素直に戻ってさ、まあ、でも、想像してた通り、ちょっと、厳しいね。あ、だいたいお化け屋敷簡単なんだよ、このゲーム。このゲーム面白いよ、やってたら。これおすすめだな。このゲーム面白い。これ市販されてた、買うぞって言ってるけど、市販されてるけどね。中国で。まあ日本もね、そうだって、なんかいろいろ車とかパクったんだよな。そうそう、日本だって車真似したんだから。それと同じように中国語は真似してるんだろうな、バイクとかな。やっぱり下に先落ちる方が、ま、早いな。下に落ちた方が、まあ、いいだろうな。怖っ、今の無理と思った。ほら、だいぶ練習したでしょ。練習ってというか上手くなってるでしょ。誰でも最初できねえんだよ。最初はさ、それを調節していくんだよ。あー、マジかー。どうすんのこれ。
あー難しい。もういらねえわ羽とか。ねえ難しいでしょ。なんか俺だったらいけるのになーって多分思ってると思うよ。だからそういう人やった方がいい。これ面白いから、これなかなか面白いから、ほんとこのマリオのなんかね面白さっていうのが出てる。あのスピンジャンプはね、上とジャンプに押したらなる。せーの、ここいうあれがきついんだよな。跳ね回りにならないのって思うかもわからんけど、あれ本気受けないんだよ。 B ダッシュでしても、うわ怖え。は？もう押しちゃったからしょうがない。あ、ねえ、ここどうするの？ここどうするの？ああ、にょむ。ああ、む、なるほどな。ああいうね、その、断崖絶壁の、あれ難しいわ。クイックセーブとかダメなのかな？まあダメだな。そんなことしてたら面白くないもんな、ゲームって。そう。だってゲームって、あー、やっちゃった。そうなるでしょ？これ11分ぐらいに。なると思ったんだよ。どうせなると思ったからね、時間稼ぎしたんだけど。このゲーム結構難しいわ。この、マリオクラシックワールド2とどっちが難しいかって言ったらクラシックの方が難しい。あー結構難しいよ。下手くそだけど、だけど、あ前のヘッドセットでもちょっとおかしかったかもわかんないな。もうだ聞こえ方がさちょっとたんまになんかモノラルに聞こえたりとか、なんかもう接触おかしかったな。接触を見たのよりやっぱちょっとなんかおかしいね。なんか古いからか知らないけど、なんか結構ねあの接触部分をこうあれするっていう方法もあるんだけどな。もうそんな古いものをメンテナンスしてもし、あーここは食らわなきゃしゃあない。もうあれがないもん、踏むとこが。よいしょ。もう、行こう行こう。とりあえず行ってから、あれしよう。せーの。おいや、おら、来た！せーの。うら！これ、わかんないだろうな、多分。ちょ、音量注意した。っていうか、あの編集で音量とは変えないから。あ！嘘！嘘！もう嫌だ！もう嫌だ！勘弁して。マジか。でもこのゲーム面白い。あのね、見てる方はあれかもわかんないけど、やったらもっと面白いよ。でね、そのジャンプがね、微妙なんだって。高さはねこいつやっぱマリオだから結構マリオにしては結構ねメトロイド張りにこうジャンプしてくれるんだけど、ダッシュジャンプかな。だからこうジャンプ力はあるからこれ全然余裕で乗れるんだけどな。怖いよ。あぶねえ、周りいらねえわ。持っていこうか、ほんじゃ。ああ、なんか呼ぼうかな。ほんじゃった。せーの！うっ！よし。せーの。あれよっと！おっしゃ。ちょ、なんでそんな力んでんだって思うかも。わかんないけど。これやってみないとわかんないなぁ。でもあんまいけない。いけー！うるぅ！やめしろ！あ、なにで！
端末届かねえんじゃねえ。3マス届くの？ 3 マス届かねえんじゃねえ。多分3マス届かないんじゃないかあれ。ああ。いや、そんなことないな。3マスって、今まで飛んできたじゃん。ダッシュジャンプ意味ないんだよね、なんか。だから、ダッシュジャンプを心がける必要、あ、何してんの、何してんの、何してんの。ほら、ね。無限増殖して全部なくなるでしょ。なんでこんなヘッドセット一つ買わなかったんだろうな。いいじゃん、これこれこうってとかって必要なもんなんだから。あー。しかもさ、買ってすぐ使うっていうね。ほんと買ってすぐ使ったよ。即戦力で。普通買ってすぐ使うってね、iPhone ぐらいじゃん。これもすぐ使ったからね。もうすぐ。収録で、すぐ使って、もう、あ、それ以来、あの、前の古いの使ってないもん。一応予備でなんかね、残してるだけで。それで、あの、やっぱり、ね、こういうことしてる人間ってやっぱね、予備が必要なんですよね。怖いなぁ。これも3マスでしょ？よく考えたら。いけるよ、絶対。あ、何してんの何してんの。あー、3マスいけるよ。これ3マスじゃん。だからごっつんこしてるんじゃないの上に。じゃあ放物線描けなくてわかる。あー、てか17分か。もうしょうがないよ、これも。これ編集でね、ちぎったりそんなしないから、めんどくさいから。いやー、もうこれね、だからあんまりね、疲れてる時できないんだよな。一面一面舐めてたらクリアできねえ。まあ、ここ、砦だ、三面のボスだからね。難しいと思ってた。多分もうあれだと思うよ。終盤だと思うよ。あぶねえ。せのーいっと。あぶねえ。こいつジャンプ、ほら、ジャンプはこれ届くんだよ、これな。どんだけ難しいか。あ、これ4マスじゃん。やべ。やべやべ。せーの。うーらー！ あーもう。もう今日はもうやるよ、ほんま。アホほど。20分ぐらいもやろうか。いや、やっぱ切ろう。これで切るわ。いや、もうなんか、どういった気分なんだよ、そういうのは。もう全然、その、やった時のに、サムネから何か全部ね、気分っていうか、その時のあれで。サムネなんか編集する時だからね。編集するで俺編集しないけど。一応エンコードぐらいするんですよね。アップする時にちょっと時間かかるから。ここ待とう。待って待って。でも、幽霊屋敷、お化け屋敷か。あれはすぐ行ったのになぁ。これなんか意味わかんねえ。ああ、もう、なにほらね。どう言ったらいいのこれ。やっぱなんか乗らなきゃいけないんだなぁ、ミニ。あ、もう終わる終わる。もう終わるから。はい、次回に続きまーす。